今日はなんか基礎レッスンみたいな感じだったんですよ、レッスンが。で、なんかいつもは結構 AKB さんの振りとかを入れたりするんですけど、今日はダンスのレッスンだったので、こうなんかアイソレとか、なんか久しぶりにダンスの振りを覚えたんですよ。なんか Perfume さんの曲の感想を使って先生が考えたダンスを踊るみたいなやつだったんですけど、めっちゃ楽しかった。ケノビさん、パワーありがとうございます。パワーありがとう。初見さん、 STADD なんかありがとう。わあ、またもう一本タワー、ありがとうございます。基礎レッスンと普通のレッスンの違いは、基礎はなんかダンスのレベルを上げるためのレッスンで、なんか普通のレッスンはなんか振り付けとか立ち位置とかを練習したりとか、そういうレッスンです。めっちゃ楽しいの。そういうダンスだけのレッスンとかなかなかないから、なんか楽しい。オビワンケノピさん、タワー2本もありがとうございます。ありがとう。男性陣さん、元気さん、ありがとう。ね、みんなにちょっと見せたいんだけどね、音流したらいけないから、音流せないんだけど、みちゅさんがね、私の撮ってくれやったよね。結構かっこいい系のね、ダンスなの。こういう系のダンスを基礎レッスンではたまにやったりする。曲は流せないんだけど、みたいなのとかを基礎ではやったりする。スタジオじゃない、これは普通に全員でやってた。今日は結構いた、20人以上いたかな。今日はそう、やばんな QI は、そうなんかみちゃさんがあれ、リクアワに出てくれたおかげで、本家の振りを習得してきてくれたので。それを今みんなでスタジオメンバーで、今日のありちゃんさんのね 洋服がなんかドピンクの T シャツに蛍光ピンクのスニーカーみたいな感じで、それ可愛かった。みんなに「どこで買うんだそんな服」って言われよった、サキーさんに。どこで買ったん、アリちゃん、そんなのって言ってた、さっきさんが。ヤフーニュースでスティアパフォーマンスレベル高いってよ。そうなんだ。まあね、ミチさんとミユミユさんがいるからね、こう上手い人がやっぱいるとね、なるよね、みんなも。私も結構上手い人を見て、上手い人のダンスを真似してるところすごい多いから。ありちゃんさんはおしゃれ。あれじゃね、さっきね頭痛やばかったんだけど、今は大丈夫よ。でもなんか正直、なんて言うんやろ、 STU って最初は瀬戸内の声とかだったから、あんまり踊らないイメージ。
があったから、意外にこうノーウェイマンとか踊ったらみんな結構踊れるから、なんかそう意外性があったんじゃないかなとは思う。ノーウェイマンのオーディションは結